17時20分、宿泊しているホテルで自転車を借り、花火大会会場へ向かいます。坂など駅、行く時を目指します。約20分で坂など駅、行く時に到着しました。花火大会会場の行く時海岸に向かいます。これは一体なんだろう。屋台が出ているようです。取り急ぎ場所を確保します。ここにします。17時50分、まだそれほど人は集まっていないです。屋台で本日の夕食を探します。やはり食べ物の屋台が多いです。自分が小さい頃行った屋台はうなぎ釣りとか金魚すくいとか、アトラクション系の屋台も多かったような気がします。あとお面や銀玉鉄砲の屋台も見なくなりました。時代も変わったし、子供も少なくなったのでしょうね。漁やお釣りはあるようです。射的もありますね。ラッキーボールなんて屋台で初めて見たかもしれません。当日気がついてなかったですが、金魚すくいもありますね。全限撤回で、やっぱり祭りの屋台は今も昔もそれほど変わらないですね。ここまでのようです。夕食は広島焼き700円にしました。海岸に戻ってきました。広島焼きは周りの部分は美味しいのですが、中身の半分くらいがキャベツの千切りで味がついてないです。ちょっと薄味すぎます。18時30分、まだ人はこのくらいしか集まっていません。この台座から打ち上げられます。18時50分、もうすぐ夕日が沈みそうです。
能登半島に沈む綺麗な夕日が見れました。本日のプログラムは19時から満館食船海上パレード、20時から海上花火大会です。19時20分まだ始まりません。海上パレードが始まりました。灯籠を乗せた漁船が次々横切っていきます。花火のスポンサー紹介も兼ねたパレードです。皆様大変お待たせいたしました。まもなく花火の開催になります。本日のカウントダウンは黒部市長竹熊様にお願いしております。市長お願いいたします。カウントダウンさせていただきます。Thank you.
ニコちゃんといたらじゃない。
お土産。ちょっとこっちおいで、ちょっとこっちおいで、言うこと聞かんと海に落とす。
扇風機着せろ。セラちょ扇風機貸して。キコに、キコに。貸して。マジマジ？繋がってます？繋がってる。ぶっ飛ばさないでいいから。
そうそう。Thank you.
一斉に帰り始めます。地方都市の花火ですし、打ち上げ数は1500発です。もっとしょぼいものだと思っていました。でもすごい迫力でしたし、大水中スターマインは日本海最大だそうです。こんなにすごい花火大会なのに思ったより人は少なかったです。とは言っても帰りの道は渋滞で車はほとんど動いてなかったです。宿泊して自転車で来たのは正解です。これから自転車でホテルに戻ります。この動画が気に入っていただけたら
チャンネル登録、高評価をお願いします。